皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は星稜高校の学校説明会のお知らせをします。今年度の高等学校の学校説明会のお知らせは今回が最後になります。星稜高校の説明会、日時は11月30日の土曜日午後14時から、受付は30分前の13時30分からになります。で、1週間後の12月7日の土曜日、こちらは午前の部と午後の部に分かれて行います。午前の部は9時30分から、受付は30分前の9時から、午後の部は14時から、受付は同じく30分前の13時からになります。内容は星稜高校の教育について、入試について、それから試験会場の再現教室もあるそうです。会場には駐車場がありますので、車で行くことができます。それから、星稜高校で、個別入試相談会も行います。こちらは12月14日の土曜日と21日の土曜日で、時間は午前で9時から12時になります。どちらも申し込みが必要で、ホームページの方から申し込みをお願いします。今回は星稜高校の学校説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。